感じる。コスモを感じるぞ。お外しなさい。あなたはアテナ。北京セルフィー日記2018。なんでこの格好なの？あらま、今年の11月に上海で中国初の国際輸入博覧会が開かれるのご存じないです？存じ上げておりますが。この博覧会は貿易の自由化と経済グローバル化を支持してより広く世界に向けて市場を開放するためのものですが、そこにはアニメ漫画セクションも設けられるのです。日本からの輸入アニメの第一人といえばやはりセイントセイヤ。私はドンピシャの世代なのです。だからかつて心の中で燃やしていたコスモをこのセイントセイヤ30周年記念展で蘇らせましょう。だからアテナなんですね。いえ、セルフィーナです。え？セルフィーナです。さあ梅屋行きましょう。梅屋は無理があるでしょう。等身大のセイヤだよ。本物はやっぱパワーを感じろ。セイヤ様、かっこいい。一緒にロザに来たよ。いつもの調査になってる。さあ、みんなが力を分けてくれたところで、あなたの実力を見せなさい。よし、行くぞ。ペガサス、流星剣。撃てた。さて、黄金十二級を突き抜けて、神殿を取り返しましょう。よし、行くぞ。これはアルデバランの角だ。ねえ、サガのクロス。早く。最も神に近い男シャカだ。剣を奪おるんにかからないように気をつけないと。真似してどうする。あ、アイオロス、ありがとうね。ウメヤが凍らされちゃった。出てきて、出てきて。大丈夫？大丈夫です。行こう。はい。わー、アフロディーテのバラってなんでこんなに綺麗なの？とうとう最後まで来た。ここを抜けて神殿に行こう。そうですね。北京にいながらコスモを感じる一日でした。そうですね。このような文化交流が一層深まればいいですよね。中国でも近年アニメ制作に力を入れていますので、皆さんもぜひ機会があれば中国のアニメを見てみてください。よし、行くぞ。ペガサス、